はい、みなさんこんにちは。北海道のフライフィッシングシーンを伝えたいエゾアウトドアーズです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。皆さんは釣りの時にどんなバッグを使ってますか？スリングバッグ、ウエストバッグ、バックパックといろいろなタイプのバッグがありますよね。実際どんなのが合うのかわからないって、そんな方に向けてそれぞれのバッグの特徴やいい点、気になる点をまとめてみました。これまでのバッグを使っていた経験からおすすめのバッグ、この3つを皆さんに紹介しようと思います。これから購入を考えている方はぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それでは始めましょう。まず釣りをするにあたって選ぶ点として、防水性と撥水性のバッグがあります。これをまず比較して図にまとめてみました。するとこんな感じです。防水性のバッグのいいところとしては、耐水性が非常に高い、そしてその耐水性を使って水に立ち込めることができます。ですが撥水性のバッグと比較すると値段が少し高かったり、素材にもよると思いますが重さがあったりポケットの数が少なかったりします。それに比べて撥水性のバッグは、耐水性は小雨程度の雨でしたら OK ですが、土砂降りなどはちょっとあまり期待はできないかなと思います。加えて深く立ち込めるかというと、それもちょっと難しいですが、ポケットの数や値段、重さなども比較すると優れている点もあります。カメラを持ち運びたい方は防水性、少しでも軽くしたい場合は撥水性、立ち込むような釣りをするのであれば防水のバッグがおすすめです。これに限っては皆さんの釣りをするフィールドや、あとはスタイルによって使い分けていくのがいいのかなと思っています。次にそれぞれのバッグの特徴を図にしてみました。まずはじめに紹介するのがこちらのウエストバッグですね。ウエストバッグの特徴としては、両肩がフリーになって非常に動きやすいのと、これ大きなポイントなんですが、肩に背負うことがないので肩こりの防止にもなります。ですがそれぞれのバッグと比較すると容量があまり入らないタイプが多いです。ですが値段もこの3つの中では比較的安いので、サブバッグであったり一つのポイントに集中して限られたもの、限られたフライでこれだけで釣るぞっていうパターンであれば非常におすすめかなと思っています。2つ目に紹介するのがスリングバッグで、スリングバッグの特徴としてはアイテムの動線がスムーズなので、目線を水面に多く向けられることがいいのかなと思っています。アイテムの出し入れが多いときはこのスリングバッグがおすすめかなと思っています。図を見ていただいてもわかるように、使い勝手だったり容量も大きいものがあったりと、この2点に対してはとても良い印象があるんですが、1点ですね、この肩こりに対しては斜め掛けで片方の肩にかけるので結構これ気になります。道具が少ない方にはいいのかなと思います。最後に紹介するのがこのバックパックですね。一番の特徴としては物を多く持ち運べることですね。川でコーヒーを飲みたい時とか、川で泊まりたいとか、そういった方には一番いいのかなと思います。あと両肩に背負えるので体圧分散もできて疲れも軽減できていいのかなと思います。一番気になるのはこの使い勝手ですね。バックパックだけでは正直何度も出し入れするシーンであれば、その度にバッグを前面に、あるいは地面に置いて開封しなければいけないので、なかなか時間がかかったりしますが、これは工夫次第である程度はカバーできるのかなと思います。サブバッグだったりサコッシュのようなものを使えばカバーできるのかなと思います。それぞれいい点や正直気になる点はいくつかありますが、選ぶポイントとしてはどのくらい荷物を持っていきたいのか、これが一番重要なんじゃないかなと思います。釣りをしていてよくあるのが、背負っていて肩が痛くなったり、長時間使っていてストレスを感じることがあって、つまりは集中できなくて、それがもしかしたら超過につながるんじゃないかなと考えます。自分に合ったスタイルのバッグを選ぶのがいいのかなと思います。はい、ここからはそれぞれ
3つのタイプのバッグを紹介しましたが、僕が使っていておすすめのものをこちらの3つですね、これを紹介します。まずはこのウエストバッグから。僕が長年使っているウエストバッグなんですが、 OPST のレインフォレストウォータープルーフウエストパックという商品です。防水バッグとしては比較的安価な部類かなと思います。それでいて物を出し入れしやすいロールアップタイプとなっています。サイドについているバックルは2の長さで調整が可能なので、多少物が多くなっても OK です。加えてこのバッグの特徴としては、インナーバッグが付属しているので、この外側アウターを乾かしているうちに取り外して次の日の釣りの準備をすることもできます。このインナーバッグにはポケットが非常に多くついていて、小物を入れるのにも便利です。いつも僕はウエストベルトを締めてこのショルダーストラップをかけています。こうすることで物を入れてもずれにくくて、出し入れもしやすいのでおすすめです。何年もこのバッグを使ってますが、よく破損しやすい部分としてこのバックルも全く壊れずに、度重なるやぶこぎなどもそんな酷使した仕様にもかかわらず全く問題なく使えてます。あとは背負うことがないので汗っかきな方もいいのかなと思います。まとめると、いいところとしては防水バッグなのに安価、ウエストバッグでよくあるズレをショルダーストラップをすることで解決ができる、非常に高い耐久性、ロールアップ型なので物の出し入れがしやすくて量の調整もある程度は可能となっています。気になるところとしては、ウエストベルトを調整するとベルトの余りが気になるところです。これは僕は会社のために固定する部品を追加しました。もし防水バッグをお探しの方であれば、まず初めの一つ目としてはこのバッグがおすすめです。次に紹介するスリングバッグはこちらのオービスのガイドスリングです。スリングバッグとしては大容量で、釣り人目線で作られた数々の工夫が特徴となっています。例えばティペットを保持するティペットウィペットがついていたり、ネットを持ち運ぶことができるファットリップがついていたりと、あんなところこんなところにもあるのかといったぐらいに、数々のポケットや大事なボトルホルダーもついていて、このバッグ一つでフライフィッシャーの欲しい機能が全部詰まっています。細かい部分としては左掛けなところも重要で、右利きの方には肩こりの防止にもできていて、とてもいい点かなと思います。まとめると、いいところとしては釣り人目線の工夫の数々があって、釣り人の欲しいものが全て詰まっています。スリングバッグの中でも大容量です。釣りにおける動線がとてもスムーズなバッグとなってます。気になる点としては、大容量で荷物がいっぱい入るんですが、荷物が多くなるとだんだんと下がってくるんですよね。なので水中に立ち込める範囲がある程度限られてきます。あとはスリングに多いんですが、使っていて肩が凝ります。これは荷物が多い僕にとっては結構な死活問題です。あとはやぶこぎをすると、大型ネットだとファットリップの位置がだんだんと横になっていて引っかかってくることがよくありました。このスリングバッグはある程度開けた場所であったり、あまり立ち込まないシーンであったり、荷物が少ない方にはとてもいいんじゃないかなと思います。はい、最後に紹介するバックパックですが、僕が選んだのはこちらのパタゴニアのガイドウォーターバックパックです。このバックパックは完全防水のバッグで、非常に耐久性の高い素材を使用しています。防水バッグにありがちな重さも気にならないほど軽量で、ここにはロッドチューブベルトがついていたり、ネットスリットもついています。デイジーチェーンもついているので、ある程度はカスタムもできそうです。このバッグは釣りに特化していない、そういったデザインなので、特にウォーターアクティビティにおすすめかなと思います。中を見ていただくと、内側にはオーガナイザーポケットがついていて、鍵などの小物を入れることができます。詳しいレビューは今後また再度アップしようかなと思いますので、そちらで確認をお願いします。いい点としては完全防水で、急な雨や立ち込みも問題ありません。耐久性がある、そしてパタゴニアの製品なので修理も可能となっています。いろいろなシーンで活躍できるんじゃないかなと思います。気になる点としては、非常に高価であると、そして欲を言えばボトルホルダーが欲しかったですね。あとは釣りに特化するにはバックインバックなど工夫が必要なんじゃないかなと思います。
はい、皆さんいかがでしたか。いろいろと今回喋らせていただきました。バッグを選ぶ時のアドバイスとして言えるのは、どんなシチュエーションで使いたいのか、どんなフィールドなのか、荷物はどのくらい持っていくのか、どんなスタイルの釣りをしたいと思っているのか、それらを想像して選ぶのが一番いいかなと思います。あとは実際に背負ってみて体にフィットするか、自分に合ってるのかも重要なんじゃないかなと思っています。もし今回の動画で参考になった方や、購入にあたって気になるところがある方などは、ぜひコメントしていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。エザオトダーズでした。